全国の御朱印ニストの皆さん、こんにちは。えのきジョージです。前回の動画、旭川神社の動画を見てくださった皆さん、ありがとうございました。美しく整備された境内と、見事な神明作りの社殿、ところどころに置かれている風鈴が、また心を癒してくれました。白蛇石も見事でしたね。それからなんといっても、切り絵の御朱印が素晴らしかったです。まだ見てないよっていう人は、ぜひ見てくださいね。ついでに、チャンネル登録をしていただけたら嬉しいです。さて、今回はですね、北海道シリーズ第6弾としまして、前回に引き続き、今回も旭川市に鎮座する神社、神川神社のご紹介です。こちらもまた素晴らしい神社ですよ。それではご覧ください。どうぞ。ギギギギバー。神川神社。北海道旭川市に鎮座する、この地の開拓守護、鎮守として建てられた神社。創建は明治26年、西暦1893年7月、天照スメ大御神を奉仕したことにより始まった。この頃の鉄道の設置や地域の発展に伴い、創建より5年後の明治31年に旭川市六七条通り8丁目に奉仙し、明治35年には宮下通り21丁目に、ここで正式な創立の許可をされ、この翌年に大名口の狼と福名彦名の狼の二柱を合祀し、その後の明治40年に新鮮平白陵共進神社に指定され、大正13年6月6日、現在地である神楽丘に奉仙。昭和30年7月に神社本庁別表神社に指定され、今日に至る。美しい神明造りの社殿。平成4年にこの神川神社ができて100年の記念事業として社殿の大改修工事が行われた。実に見事です。御祭神は天照スメ大御神、大名口の狼、福名彦名の狼、さらに豊受姫の神、大物主の神、雨の家具山の神、竹南方の神、ホムタワ家の御事、渥美親王、宇佐に鍋島直政の御事、黒田清隆の御事、長山武四郎の御事、そして岩村道俊の御事。御利益は五穀豊穣、農業繁栄、家内安全、金運上昇、商売繁盛などなど。
奥行きがあり、広く実に素晴らしい社殿。回廊もまた美しいですね。この回廊は神楽殿へと続いています。平成4年に神川神社創始100年事業として社殿の改修工事に伴い、この2年後の平成6年に東京国立能楽堂の指導を受け建設された神楽殿。例大祭での奉納行事をはじめ、滝技能やコンサートなどにも使用されるようです。旭川天満宮、学問、芸術、文化の神である菅原道真公を祀るお社。昭和41年7月に太宰府天満宮より御霊を勧請し境内に鎮座した。これは神楽岡碑。この神川神社創建の事跡を記し、後世に伝えるためにと市民によって建てられた。多くの思いがここに残されているんですね。一通り参拝を終えたら、授与所にて御朱印を。神川神社。ここは旭川にある美しい原始の森が残る地にある神社。まさに神域である。ぐるるるバーン。いかがだったでしょうか。神川神社、とても広い境内と素敵な社殿でしたね。花手水なんかとても芸術的でしたね。こういうのって参拝者への気遣いを感じますよね。この神川神社が鎮座している神楽岡というこの場所は、かつてはアイヌ民族の聖地だったと言われている場所で、この神楽岡という地名なんですけれどもね、アイヌ語の神々が遊ぶ丘という意味の和訳が由来なんですって。これを知っていくだけでも参拝する気分がね、格段に変わりますよね。北海道にはね、もともとアイヌ民族が聖地としていた場所に神社を創建しているというのが多いんですが、ここもまたそういった聖地にこの神社が創建されているんです。まあ当時のことを考えると胸が痛くなる思いもありますけど、アイヌの歴史を知ることが古代から続く日本の歴史を知ることなんじゃないかなと NQ は思っていて、その神域とされた場所に触れることができたということが、まあ NQ的にはね、いい体験ができたんじゃないかなと思いました。まあ大体北海道っていう名称自体が明治に入ってからですから、
それ以前の北海道の歴史ってえのきもねあまり知らなかったんですよね。まあ大まかなことは知っていても詳しい歴史って気になりますよね。今度ねセカンドチャンネルの方でこのアイヌ民族の歴史について考察してみようかなって考えています。皆さんは興味ありますか、アイヌの歴史。ルルルルバーン。でこの日はですねこの上川神社へ参拝行く前に旭川神社へ行ったんですけれども、これがねもうめちゃめちゃ暑くて、ここ北海道だよねちょっと暑すぎないみたいな感じだったんですけど、上川神社に到着してこのね上川神社って結構広いんですよ。でこの時点でもまだ暑くて参道の長い石段をねこう登っていってからねいよいよ社殿が見えてきて、社殿に到着しましたというのと同時に急に雨が降ってきまして一気に涼しくなるというね。えのきはね神社へ参拝した時に雨が降るっていうのが好きなんですよね。濡れた社殿や境内は美しいですし、なんといってもみそぎの雨っていうでしょ、身についた汚れを洗い流してくれるような気分になるんですよね。雨の日の参拝は神様からの歓迎の証と言われています。まあ少なくともえのきはそう思っているんですよね。その方がありがたみも増すでしょ。そしてこの境内にある旭川天満宮も美しかったですね。ガラス張りの大井屋の中にあるんですけど、このガラスがねとても透き通っていて本当にいつも綺麗にしているんだろうなって感じました。ガラスってねいつも美しく保ってるっていうの結構大変なんですよね。それから神楽殿、こちらも見事でしたね。このね長い回廊の先にあります。まずこの回廊も見応えあるんですけれども、この神楽殿も美しいです。東京国立能楽堂の指導を受けて建設されたそうなんですけど、本当にね実に見事です。ここで行われるお神楽とかって一度見てみたいものですよね。ルルルルバーン。続いて御祭神です。こちらの御祭神は天照スメ大御神、二柱の宇都宮の一柱で日本人の総氏神、そして天皇家のご先祖様にあたる神様です。伊勢神宮にお祭りされている主祭神ですね。大名氏の狼、つまり大国主の狼です。芦原の中津国で国づくりを成した出雲の神様、要するに地上の神の代表の神様です。宿儺彦那の狼、天津神である神結びの神の子神で手のひらに乗るほど小さい神様、大国主と共に国づくりを成した神様です。さらには豊受け姫の神、伊勢神宮下空に祀られている神様で食物、穀物を司る女神です。丹後の羽衣伝説の女神は豊受け姫の神だと言われています。大物主の神、日本において最古の神社とされる大神神社に祀られている神様、大国主の狼を先見玉くし見玉として現れ、宿儺彦那の狼が大国主の狼の元を去った後共に国づくりを成し遂げた神様、雨の神山の神、神武天皇を勝利に導いた高倉寺と同一の神とされています。武見中田の神、大国主の狼と湯中川姫の御事との間に生まれた神で諏訪大社に祀られている神様です。本田分けの御事、つまり第15代王神天皇、八幡慶の神社に祀られている八幡の狼です。中愛天皇と神宮皇后との間に生まれた巫女で渡来人を使い国家を発展させたと言われています。厚見親王、平安時代前期の宇多天皇の巫女、和歌、弦楽器、蹴鞠などの諸芸に通じた祭神で原型音曲の祖とされています。つまり芸術の神様ですね。宇佐には北海道開拓に尽力した鍋島直政の巫女、初代開拓長官黒田清隆の巫女、第3代開拓長官岩村道俊の巫女、初代北海道庁長官長山武四郎の巫女、第2代北海道庁長官、たくさんの神様がお祭りされていますよね。その分ご利益もたくさんありそうです。ご朱印。はい、こちらが上川神社の御朱印帳でございます。木製の熊が彫刻された御朱印帳です。とても北海道っぽい素敵な御朱印帳ですね。アイヌ語で熊のことをキムンカムイと言って、それは山の神という意味なんです。ちなみにこの熊は本殿神前に奉納されているコマグマをデザインしたものなんですって。いいですね。
こちらが御朱印。社紋の山桜花の印が押されていて、右側には御宗祠130年と金色の印が押されています。この字も素敵ですね。下の左右に押されたリスのスタンプが可愛いです。そして旭川天満宮と宇文神社の御朱印。旭川天満宮の方は道種公の梅の門が押されています。太宰府の嘘のスタンプもいいですね。それから宇文神社の御朱印、上川神社からは5キロくらいの距離のところに鎮座しています。こちらの御朱印もいいですね。それからこのハサミ紙がですね、書いていただいた神社の説明書になっていて、参拝した後にも神社にお祭りされている神様や創建について深く理解ができるという、これも大切に保管しなくちゃですね。今回も素敵な御朱印帳と御朱印をいただきました。で、神社へ参拝に行ったら、やっぱりその土地の美味しいものを食べなきゃですよね。ってことで、今回はせっかく旭川へ行ったので、やっぱり旭川ラーメン。道の駅旭川の中に、あの有名な味噌ラーメンの吉野があるっていうことなので、早速ね、行ってみることにしました。ラッキーなことにお店は空いていましたよ。創業昭和43年。ということは、今年で54年目、えのきより年上。どれも美味しそうだったんですけど、ここはやっぱ道の駅限定のピリ辛味噌ラーメン野菜入り950円をチョイス。いやー、これは大当たり。めちゃめちゃ美味しかったです。あまりの美味しさに動画を回し忘れちゃうというね。ピリ辛なんですけど辛すぎず、野菜も入りすぎてなくてバランスがいいんです。これはね、また食べに行きたいなと思わせる美味しいラーメンでした。旭川行った際にはぜひこのね、旭川味噌ラーメンの吉野行ってみてください。今回はね、北海道シリーズも第6弾ということで、この旭川市に鎮座する上川神社のご紹介をさせていただいたんですけれども、この北海道シリーズまだまだ続きますよ。もちろん次回も北海道の神社です。次回の神社もですね、以前より一度行ってみたいなと思っていた神社なんですよ。楽しみにしていただきたいなと思います。この動画の他にもたくさんの神社仏閣のご紹介、それから御朱印のご紹介をさせていただいております。よかったらね、別の動画も見てくださいね。セカンドチャンネルの方ではえのきが描いた神様の絵で日本神話について語ったりとかもしております。そちらも見ていただけたら嬉しいです。あとね、エンタメ横丁サテライトスタジオの方でコラボさせていただいている LIG ミステリー、こちらも見ていただけたらと思います。それでは次回も元気にお会いいたしましょう。ぐるるるバーン。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いいたします。 Twitter、Instagram をやっています。詳しくは説明欄をご覧ください。コメント、高評価などいただけたら励みになります。セカンドチャンネルも見てくださいね。